はい、どうもカズです。今日もイーストワードを続きをプレイしていきたいと思います。新しくダム城駅かなに来て、この新しい町までやってまいりました。お前もしかして君もあれを見に来たの？隠さなくていい男はみんな好きだろ。けど残念な知らせがある。まだ時間じゃない。劇場は閉まってるよ。前回はある程度探索をしたんだよね。よく聞け、ポイ捨ては絶対禁止だぞ。見つけたらゴミと一緒に処理するぞ。綺麗さっぱり処理するぞ。前回宝箱とかなんかそういうのを集めて、街の中の探索はまだしっかりはしてないのかな。風神なんかどんどん下に降りていけるな。結構広いねこの街。お、なんかある。あ、びっくりマーク出てる。どこだ。あー、この奥か。どうやって入るんだろう。こっから外出れる？営業終了。どっか、あ、入っていける。上級パーツ。なんかびっくりマークついてるね。なんだろう。G 医師、早起きは三文の得って言うじゃろ。早く来ないといい仕事は見つからないんじゃ。看板マン、よう旦那、仕事はどうだい？ダム城最新の求人情報だよ。アルバ研究所、研究員集募集中。勇敢な人、強い人募集中。あなたの能力を活かしてみませんか。才能を持て余す素晴らしいあなたを、当研究所の実験助手に大歓迎。共にたたりから世界を救おう。高水準の給与、住居提供、場所プリンセス通り、ロケットハウス。ES、料理スキルの高い方優遇。なんだ、ジョン。共にたたりから世界を救おうだって。それに、料理スキルの高い方優遇だよ。やってみようよ。研究員になろう。姫の研究所、ここから東の通りじゃよ。行くのは進めんが、どれだけ金を積まれてもあの仕事は嫌じゃな。そんな、やばい仕事なのか。ネッド、度胸があるな。僕たちなら、姫の求人には長い棒でも触れないね。あ、どういうことだ、長い棒でも触れない。あ、なんか倒れてる。ケンタロウ、もうちょい、ちょい上。来たーって電気が消えた。あとちょっとだったのに、なんだ？アルバ姫を探してるの？この後ろの路地を奥に行くとロケットハウスがある。姫様ならそこだよ。ここだね。この奥に行けっつうんだね。どこも入れないのかな？営業終了。調べる。なんだ？お地蔵さんがあるぞ。あ、なに？なんか出てきた。耳、恨めしや。あれ、怖くないの？逃げようともしないね。やっと度胸がある人に出会えた。私見ての通りダム城の幽霊よ。死んだ後もこの土地をさまよってる。この子みたいにね。プリンセス通りは送風機がたくさんあるからうるさいでしょ？でもこれはちょっと違う。あ、上にあるやつか。鳴き声のように聞こえるでしょ。原因はこの子なの。彼は耳が悪くて、この送風機の音ぐらいしか聞こえなかった。だから毎日ここへ来て髪が乱れるくらい風を浴びていた。音が聞こえることが嬉しかったのよ。でもある日送風機が止まってしまった。焦った彼はどうにか送風機に近づこうと、つま先立ちになってジャンプして、ついには送風機の中に入ってしまったの。その後、ほら、耳を澄ませて。そう、今もあの中で泣いているわ。ダム城にはこういう子供にまつわるお話がたくさんあるのよ。よかったら街角で彼らの言葉に耳を傾けて。そしたらきっと喜ぶから。なんか聞こえる？あ、でも、あ、ちょっとゴーって音は聞こえるけど、泣き声のようには聞こえないな。ここか、ロケットハウス。なんか薄暗いね。どこにいるんだ、姫ってやつは。207。すみません。誰かいる？誰もいないみたい。あ、メモがある。アルバ研究所に御用の方は3階まで。なんか行けなくね？
でも研究所はあっちだよ。あ、3階ってここか。なんか怪しいな。すごい、本物のロケットだ。しかもすべすべしてる。コックピットまで見える。ビューン。すごいね。あなたには呆れるわ、イザベル。加速することしか頭にないの。無茶ばかりしてたらいつかエンジンがダメになるわ。イザベル、作業台にあるレンチを取ってくれる？イザベル？あ、サンを動かせるようになった。作業台にあるレンチ。なんか出た。調べる。これはハンマーだよね。ベンチってどれだ？これはハンマー。あ、あの奥にあるのかな？どっちも違う。上だね。ここにある。ベンチをゲットした。どうぞ。マシンだって生きてるのよ。だから優しくしてあげないと。これでよし。あとはコンプレッサーがあればもう飛べるわ。それにしても丈夫な子ね。そう思わない？私の可愛い綿毛ちゃん。やっと気づいた。こんにちは。チラシのおじさんが言ってたアルバ研究所ってここ？私がアルバよ、おじさん。もしかして看板マンのこと？ってことは手伝いに来てくれたの？やった、嬉しい。イザベル、お手伝いに来てくれたって。あ、イザベルいた。予備のエアコンプレッサーはあと一つ。あら、あなたたち。ちょっとこんな可愛いお友達がいるなんて聞いてないんですけど。え、ジョンはお姉さんのこと知ってるの？一度だけちょっと、あ、会ったことあるんだ。怪しいわね。とにかく求人広告を見てきたのよね。そうだよ。ジョンは何でもすごいんだよ。なるほど。よし、決定。研究所の助手になってもらうわ。さあ、あなたは研究員コード002。ジョン、あなたは研究員コード003ね。お、研究員バッジを手に入れた。やったね、聞いた、ジョン。私たち研究員になったよ。じゃあ、このお姉さんが001？いや、ただのイザベルよ。研究所001はすごく優秀なのよ。まあ、ベリーにはかなわないけど。すぐに会えるわ。では、最初の任務よ。旧市街に行って、粘菌培養器を回収してきて。待って、彼らにはちょっと危険すぎない？心配無用よ。いざという時は正義の味方が助けてくれるから。ああ、そういうことね。なんだ、なんか意味深だぞ。旧市街には変な生き物が住み着いているわ。でも心配無用よ。いざという時はヒーローが助けてくれるから。ヒーローって誰だ？私は嘘をついてた。謝るわ。あなたたちを見つけた頃には村はもう。あ、これあれか。前の駅、なんだっけ、白鯨港で助けてくれた人？そういうことかな。他にアイテムはなさそう。あれない。目的地に行かなきゃいけないね。この上は？あ、やっぱ行けないんだね。粘菌培養器を回収しに行くか。お、なんだなんだ。あ、なんだなんだ。なんか飛んでったな。あ、開いてる。チェビス、カニだよ。カニはいかが？ユウのハートもとろけるよ。何が買えるんだ？いらっしゃい。大力水産へようこそ。未知の美食に出会えるよ。ご飯屋さんか、ロブスター。なるほど。これでも、リュック、あ、買えた。おー、買える。料理もできそうだな。
こっちは鍵かかってるね。ここはさっきなんか男の子が寝転んでたとこ。ここは入れないね。入れない。いい看板マン。都市伝説離れる。ダム城ニュース。ブラザー建設は現在旧市街の地下鉄の復旧工事中。滞りなく工事が進めば数日のうちに地下鉄が開通する見込みだ。なるほど、地下鉄があるんだね。都市伝説。アンバンマン。あ、いっぱいある。大きな町の小さな彫像。大きな町の小さな頂上、彫像。友人の友人の友人によると、ある雨の日、街角で雨宿りをしている不思議な像を見かけたとのこと。その子を二度と見かけることはなかったが、その像は赤い前掛けをつけ、小さな仏様のような外見だったとか。あ、なんかこれはなんかのヒントなのかな。間違えた。うん、これはいい。大丈夫だ。都市伝説。話すゴミ箱。話すゴミ箱。友人の友人の友人によると、とある金持ちから大金を盗んだ男がいた。彼が路地裏に逃げ込み、包みを開くと、背後から不吉な声が聞こえてきた。誰も見ていないなんて思うなよ。声の主はなんとゴミの山。男は驚いて駆け出し、その夜のうちにお金を返したとのこと。なんのこっちゃ。なんかのヒントなのかな。ダイエットのコツ。ダイエットのコツ。友人の友人の友人によると、彼は愛する人を振り向かせるためにトレーニングを始めたが、痩せれば痩せるほど体力が失われ、命すら危ぶまれるほどに。このままではこの世から消えてしまうのではないかと心配だ。は、なんだそりゃ。話す。ジーシーネット、何かいいのがあったか。全然だよ。パチンコ台に戻るしかなさそうだな。奥さんに叱られないかい。こう言うだろう。神さんに知られなきゃ、傷つけることもないってな。なるほど。これは？あ、ここ地下鉄。切符係、地下鉄は運休中です。あ、人が一気に増えたな。この人は、この人はどうやったらこの人に話しかけられんだ？いや、通れないね。トニー、下でアクセク働く連中見ろよ。これは奴らとは違う金持ちになる運命だからな。まだその時が来てないだけだ。わかるか？やばいね。おお、スーパーマーケット。ガンマ、いつも友好商店でお買い物するのが楽しみなの。いろいろな香辛料が揃っているから。なんかちょっと中国っぽい感じだね、街並みが。アオリ、お菓子お菓子、二人もお菓子を買いに来たの？私のおすすめはこれ、タピオカミルクティー。なるほど。どんなのが買える？友好商店へようこそ。在庫あり。あ、バックパック拡張ってあるじゃん。これちょっと拡張したい。あー、拡張って一個だけか。2個ぐらい増えるかなとちょっと期待したんだけど。これと胡椒、溶岩と、あー、なるほど。これ1個ずつ持ってないやつ買いたいな。これとハム、調味料。あ、調味料は別枠なんだね。 OK、 ありがとう。いつもありがとうね。どっかで料理できないかな。今リュックの中が、回復が空っぽだな。結構なんか裏路地みたいなとこ結構入れるんだよな。ここは何もない。あ、こっちに来れんのか。酔っ払いぐるぐる回る。この下は、あらららら、風神の社。入れる。ん？なんじゃ、なんじゃここ。あれ、なんもないね。お社があるだけ。しかもライトアップされてるな。なんかありそうだな、ここ。今はまだその時じゃない感じ。
オッケー。ちょっとさっきは開いてなかったお店がちこち開いてるから、お店巡りをしていくか。あ、だから風神っていうのかな、こっちは。下側は風神の社があるから。ん、なんかゴミ箱動いてる。カード、ひーだ、誰なの。死ぬほどびっくりしたよ。あの坊主兄弟かと思った。君も食べ物を探してるの？このゴミ箱は僕のだからね。でも見つかっちゃったし、せっかくだから秘密を教えてあげるよ。町の外にある湖の中央に小さな島がある。その島にはすごいお宝が隠されてるんだって。どうやって行くかは自分で探してね。また会えたら次の秘密を教えてあげるよ。あー、なるほど。こういうゴミ箱にいるやつも見つけるといいんだな、きっと。上はお店ないのかな。この人さっき話したな。お母さんまた朝っぱらから怒鳴り散らしてる。さっさと出かけるに限るわ。ちょっとどこに行くつもり。お皿を洗わないと綺麗にならないよ。たまには役に立ったらどうなの。あー、もう嫌になっちゃう。ちょっとゼニアで気晴らしでもしようかしら。上はお店ないんだな。ボン、わしは小さい頃ここからドラゴン市場を眺めるのが好きだった。けど誰かがこのへんてこな門を建てちまった。市場を閉鎖しちまったからどうでもいいけどな。あ、これか。この下に見えるやつだね。ここはなんだ？食べ物屋？ジェイド、あのお方はここのお酒が大のお気に入りなの。個性的でしょう。上まで登り詰めないと味わえない。ダビッドソン、酒ってのは不思議なもんだよ。どんなに嫌なやつに出されても味わいは最高だ。元からこういう設計なんだよ。それが嫌なら出ていてくれ。ほらな、こういうことだ。なんだ？うちの稲妻スイートを飲まなきゃダム城に来たとは言えないぞ。お、稲妻スイート、稲妻バグ、稲妻ックのシグネチャカクテル、しびれる。あー、でもこっちの方が回復量は高いね。これはでもチャージ、あ、これはあれかな、山陽かな。結構いろんなところでお金見つけてるからいろいろ買えちゃうな。これは、あら、ここはジャズ21。お金発見。下は何もない。あら、すごいね、歌舞伎だね。倉八、客人よう来なすった。酒と魚の運び人、倉八た足のことよ。客人、客人、あいすまねえな。まだ安藤を灯す前だ。すし、まだ開店前なんだ。また後で来て。開店してない店もあるんだね。他は？ああ、もうここまで来ると外出ちゃうのか。あの上の駐車場みたいなとこは行けないのかな。あ、行ける。あ、行けないか。ここ工事中で塞がってんのか。 OK、 そしたら目的地に向かおうか。目的地はどこなんだっけ？この下か。随分下だね。お、ここは初めて来た。ジミ、旧市街に行くの？おっかないなあ。あそこは怪物だらけだよ。君たちは勇敢な冒険者のようだね。そうだろう？入れる場所は
特にない。あ、子供たち集まってる。どうだ、どっか宝箱の反応があるぞ。あ、この下か。あ、なんか下にいっぱい人がいる。こんにちは。え、よう。この辺じゃ見ない顔だけど新入りか。大地の子をやるなら順番だからな。あ、さっき姫様の家に行ってた人だ。知ってるのか、健太郎。いや。私はさ、大地の子をやってるの？わあ、その敵見たことない。え、こいつのこと？こいつは山地にいる隠れキャラのファットドラゴン。攻撃をお腹で跳ね返すスキルを持ってるんだ。倒すと究極の装備が手に入るんだぜ。でもファットドラゴンの洞窟に行くにはファットドラゴンのピクスボールが必要なんだ。しかもそれは超レアと来てる。すごいね。ああ、集中切らしちゃった。ボコボコにされたよ。嘘通りだけどね。いや、僕はエリック。まだ自己紹介をしてないこの二人はケンタロウとジャクソン。お前の髪かっこいいな。そんなわけで一緒に遊ぶ？遊びたいけど今はダメなんだ。大事な任務の途中だから。任務？いいね。でしょ、旧市街で粘菌培養器を探すんだ。どこにあるか知ってる？粘菌培養器。それがなんだかさっぱりだけど、超かっこいいな。姫様からの危険な任務。すげえや、お前すごいやつなんだな。ジョンは戦闘のプロなんだよ。戦闘のプロ、最高。旧市街にはいろんな魔物がいるって話だよ。魔物相手は戦闘のプロだぜ。どっちが勝つかは明らかだろ。勝ちじゃないっての。じゃあ頑張ってな、後で話を聞かせてくれよ。どこにでもあるんだな、この大地の子って。子連れ。見て、可愛いお姉さんが来た。あ？赤ちゃんが喋った？そんなもんかな？入れる。ジョニーの店。見てわかるだろうが、僕は愛想がない。不愛想だって怒らないでほしいね。ああ、これは弾薬パック、爆弾パック、弾薬パックが必要かな。あ、どっちの方がいいんだろう。弾薬パック。これは銃のアップグレード。銃のアップグレードしたいよ。アップグレードー、やった。バンバン銃アップグレード、威力が増した。これはバンバン銃アップグレードできる。もう多分使えないんだな。これもアップグレードしよう。爆弾も。あー、爆弾はアップグレード。違う。あ、ケース拡張。あ、もしかしてあれかな、素材が足りないのかな。あ、素材ゼロになっちゃった。これ拡張したかったけど。爆弾は持ってるから、こっちのアップグレード OK。 これでいいか。ありがとう。アイテムもなんかあちこちで、なんだっけな、キットみたいな、キットっていうか部品みたいなのをゲットしてるから、あれもちゃんと探して取っとかなきゃいけないんだね。あ、お地蔵さん。あ、これじゃない？さっきの都市伝説のお地蔵さんみたいなやつ。また会ったわね。ここは普通の路地に見えるでしょう。でも油断するとあの子と同じ目に遭うわ。ある夏の黄昏時、彼は仲間と別れて家路に着いた。お母さんの手作りハンバーグが早く食べたくて彼は近道をしたの。暑苦しい表通りと比べて路地は意外とひんやりしていた。彼は不安になって足を早め、やがて駆け出した。すると路地がどんどん狭くなっていく。しまいには体を横に向けないと進めないほどに。彼の頭の中、お母さんのハンバーグでいっぱい。急がなきゃ、早くハンバーグが食べたい。けれどそれ以上進めず引き返すこともできない。今でも路地からお母さんを呼ぶその子の声がするとか。なるほど、ハンバーグが食べたすぎたんだね。さっきの人がいっぱい集まってたところって、あ、こっちか。親方、
スマス、親方勘弁してくれ。クリータスはこうなるなんて思ってなかったんだ。クリータス、化け物が出るなんて聞いてなかった。マング、黙れ。こいつが親方だな。化け物だと泣かせるじゃねえか。たかが数匹の化け物に出くわしたグレーで、道具を置いて逃げ出しただと俺の道具だぞ。お前は首だ、首。あのバカ兄弟がバックれてから、親方はイライラしっぱなしだ。確かに。あの二人は親方が育てたも同然だからな。後を継がせたかったから、継がせたかったらしいぜ。なんだって?そんな話初耳だぜ。聞かれなかったからな。いいがよく聞け。ブラザー建設の勢いは止められねえ。邪魔する奴には情け無用だ。化け物だろうと許しはしねえぞ。なるほど。なんか揉めてる。入れるけど何もないところが結構、こっちから取れんのか。あ、やりました、パーツ。あの人たちがいなくなるのを待つのかと思ってたら、取りに行けちゃうんだね。親方。親方と話がしたいって人が来てますよ。俺に何の用だ?うん、ここいらじゃ見たことがねえ顔だな。私たち研究員なんだ、アルバー研究所の。私は研究員002号の3。こっちは研究員003号のジョン。姫様のところの人間か。ってことはもしかすると、私たち旧市街に行こうと思ってるんだ。旧市街?そいつは好都合だ。まず自己紹介からだな。俺はマング、ブラザー建設の社長だ。実は今でかい建設計画を進めてるところでな、ダム城の地下鉄を復旧させようとしてるんだ。ダム城の地下鉄?ダム城の町といろんな場所を結ぶ地下の線路だよ。昔は移動といえば地下鉄を使ってたんだ。でももう長いこと使われていない。この豊かな温泉まで一息で行けたのにもったいない。湯気が立ち上る温泉。ゆっくり浸かりたいな。昔話はその辺にしとけ。お前らがおじけづいてなけりゃ。今頃全身の毛穴から温泉成分を吸収できてたんだぞ。それがこのざまだ。真剣な化け物にビビり倒しやがって。だがあんたらは、姫様が見込んでるならそれなりに腕が立つはずだ。駅にたむろする化け物ども追い払ってくれねえか。なんなら目的地への行き方教えてやるからよ。いい、私たちに任せて。ジョンなら化け物なんて余裕だよ。そこなきゃな。駅に行くには町外れにある湖を目指すんだ。水辺に沿って歩けば駅に着く。簡単だろう。なるほど。水辺に沿って歩く。あ、みんなに話しかけれるね。化け物は凶暴だぞ。獰猛な牙と顎、人の身にされちまう。怒鳴られてない時のクリタスは本当面白いな。化け物危険。親方もっと危険。ゲイリー、あのバカ兄弟一旗あげるとか言ってばっくれちまった。もっぱら酒場に入り浸ってるって話だが。あの兄弟がいなくなって以来、親方はずっとイライラしてるんだ。なるほど、目的地は多分この下だな。ここは行ける?調べる。工事中。ああ、戦闘だ。回復したいな。リュックがいっぱいですか。ちょっと待って。そしたらリュックにあるものを、リュック。あ、リュックどれだ?これか。これを使って。あれ?あ、エネルギーが回復するだけか。リュック。こっちも使っちゃおう。回復。で、料理。結構いろいろ買ったからね。何が作れるかってこれやってみないとわかんないのかな?これと、食材が足りません。あ、料理できる。未発見のレシピ。どうなの?揃わなかったけど一つも。あー、料理してる。あー、すげえ入れるね。
できた。餃子。愛情のこもった食べ物、家族の結束を強めてくれる。ああ、餃子ができた。なるほど。あとは、キノコ。ナス。キノコ、ナスと、調味料。卵。お、料理できる。なんか適当に入れても料理できちゃうんだな。ああ、ダメだったな。お、卵野菜炒め。うまそう。お、すげえ回復するじゃん。可能性は無限大だ。いいね。オッケー。もうちょい体力回復させたいから今作ったやつ食べちゃおうか。プラス4。これ食べよう。プラス3か。体力が回復、エネルギーが回復。あれ、回復してる？これ。ちょっと無駄に食べちゃったな。もしかして全開だったのか？キノコと、ジャガイモ、玉ねぎ。あ、これも、これでもいける。あー、惜しいな。野菜炒め。うー、いいね。これをリュックに入れて、これで出発するか。なんか取れそうなものある？うわー、ちょっと待って。10に変えとこうかな。いるね。違う。あれ。OK。トゥーリー、あれ、よいしょ。ちょっとちこいのはね、先にやっとこう。 OK、 よいしょ。いい、なんか出た。トマトを入手。お、危ねえ。でかいの、親玉。お、やめろ、ちこいの産んでくんじゃない。倒した。お、ちこいの、 OK。他はなんかここら辺壊せるんじゃない？あ、もう弾がもう7しかない。ちょっとフライパンでいくか。あ、なんかいる。これ捕まえらんないのかな。やめろ。オッケー。化け物ってこいつらのことかな。なんかもっとやべえのがいそうだな。この上は？上も行けちゃうのか。あ、なんか動いてるね。帰れちゃう。メンテナンス通路。なになに？ブーブーっつってる。警告警告。この先は立ち入り禁止区域です。直ちに離れてください。あ、ここは入れない。